可愛い子猫、スーパーペットたちの敵、最強のヒットニャン、イスカーズを演じました。市川ぼたんさん、お願いします。皆様、こんにちは。市川ぼたんでございます。本日は、可愛らしい、あざと可愛く、とても強いウィスカーズという子猫を演じさせていただきました。このスーパー、頑張れスーパーペットは、すごく、少しおちょこちょいな、可愛らしいスーパーペットたちが、その力を合わせて助け合いながら、その頑張っている姿が、とてもユーモアや感動、そして励ましや勇気などをもらいました。本当に親子で笑える、とてもいい作品だと思いますので、皆様ぜひ、見に来てください。お願いします。見守る感じがね、はい、今日はあの映画のイベントが初めてご出演ということで、もうすごいしっかりして、多分字に起こしたら僕の方がスカスカな話になっちゃいました。めちゃくちゃしっかりしてバレてしまうわ。本当に、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてボタンさんはですね、そのあざとかわいいっていう、難しくなかったですか、あざといどうですか。本当にあざと可愛いけど強いというところが、もうどういうふうに演じようかなと思って、本当に難しかったんですけど、私が思うにはあざとくて可愛いっていうところを特に意識して演じてみました。もう可愛かったです。めちゃくちゃ可愛かったですね。今も最高に可愛いですね。今も最高に可愛い。なんか出てくるだけで、あ、ウィスカーズ来たっていうドキドキとハラハラが一緒に来ますよ ね。あの、こういうところが一番難しかったとかありました？なんかやってて、この声の出演が初めてだったので、もうそれ以外が、もうそれも、もうそれ自体が緊張したんですけれど、もう特にもうあざとくて可愛くて強いっていうのが、えぇ、って思ってしまって。そうだよね。あざといけど可愛いけど強いっていうところが本当に難しかったです。そうだよね。そして今ね、お話聞いてた市川ぼたんさんですけども、あの、今回この映画のイベント初めてで、ちょっと緊張してるって話ありましたが、あの、横に先輩、大先輩のお二人がいるんで、あの、ぼたんさん、なんか聞きたいこと、質問したいこと、なんかありますか？何でも聞いちゃっていいですよ。そうですね。まず、松岡さんは、はい、あの、ドラマとか出演されていて、はい、あの、演技とか、はい、もうなんか、私が言えるほどではないんですけど、はい、本当に素晴らしいな。見てくださったことがあるんですね。嬉しいわ。どのように望まれてるんですか？どのように望まれているか。まあ、まず、あの、見てくださった作品があるってだけでとっても嬉しいんですけど、どのように役を愛するってことですかね。役を信じてあげる。ものすごいかっこいい、はい、やっぱり役のことを一番好き。この作品だったら私はもちろん PP ちゃんが一番大好きだし、はいはい、役が大好きだからこそ、その子のいいところももちろんだけど、ここは短所だなとか、ここは苦手だなっていうところも全部分かってあげて、一番の味方でいてあげるのはとっても大事にしてるかな。ありがとうございます。ちゃんとした質問。松尾さんに聞きたいことある？松尾さん、ある。あの、なんでそんなに面白いなんでそんなに面白いんですか？とにかく自分を愛してあげる。とにかく自分が一番面白いと思って自分のことを信じてあげる。そうすることによって自分の面白さを引き出せるっていう感じかな。これ、ここだけ今ピンときてない感じだったら大丈夫？大丈夫ですか？することですね。いや、でも今日はね、夏休みの時とか、特別な時とかに、お父さんが、なんか家族みんなで映画行こうよっていうふうに誘ってくれて、で、みんなで行くんですけど、お父さんは大体寝てるんですよ。そうですか。そんなこと言っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫？寝ちゃって、やっぱ疲れて寝ちゃってんの？寝ちゃう。ね。で、終わったら起こしてあるの？じゃあ。終わった時には起きてるの。そうなんですか。すごい。2時間あるからね。じゃあお父さんは見てないけど、ちゃんとボタンちゃんはちゃんと見てる、ね。見てます。わかりました。ありがとうございます。私は、
強いっていうことも頭から忘れないで、うん、強いっていうことを、うん、その改善から意識して、うん、あのアフレコの時も強くて、でもなんか少し結構元気で可愛くて、うんうん、いじめるのが大好きっていうようなことを内役ですね、気をつけながら、はい、やりました。なるほど、分かりました。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとう。横田さん、どうですか。そうですね、私はあの家で飼ってるってこともあるんですけれど、うん、なんかすごく人懐っこくて、なんか癒してくれるから犬かな。そうですね、可愛いよね。今回も主人公は2人ともワンちゃん。そうですね。ね、かわいかった。はい。よろしいですか？ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。氷川さんからお願いします。本日はこのような貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。とても緊張しましたが、松尾さんや松岡さんにもお会いでき、皆様の前でこのような経験ができたこと、本当に嬉しいです。今日はありがとうございました。素晴らしい。じゃあ、前列、はい、その方でいきましょう。端っこの方、端っこの方も、はい、戻りますかね。はい。笑顔で、笑顔でお願いします。旦那様の戻りしいですか。はい、じゃあ、前列の方、はい。はい、いいですか。はい、じゃあ、まず前列から、はい。はい、じゃあ、後列行くんですね。はい。で、センターだ。じゃあ、その方行って、最後のセンター持ちます。はい。